おはようございます時刻は9時15分になってしまいました9月7日の水曜日今日も天神橋水商店街天六天子森スタジオからお届けをしてまいります大阪、まあ、朝は曇り空で、まあまあ、どちらかというと過ごしやすいかなと思ったんですが最高気温は33度になるということです

コモさんがあと月余り前にです、ね、買いましたあ最高級和牛、うん、最優秀賞を取りました和牛でございますけれども、えー、昨日をもちまして終売とさせていただきましたお買い求めいただいた皆さん本当にありがとうございました。 あの笑顔をお届けできたんではないかなというふうに思っております、えー、本当にありがとうございました、これからも本当に皆さんに笑顔をお届けできるようなものを、ですね、えー、食品に限らずご紹介していきたいなというふうに思ってるんですが、そんなところに、はいこんなものが南から届きました、こちらでございます、はいバナナなんですね。 沖縄で作られておりますアップルバナナというものでございまして以前からちょっと噂は聞いてたんですが IAC トラベルの今宏さんが「ごぼさん取り寄せましたよ」というので昨日あの反省会方々ですねツアーの次どうしましょうかみたいな打ち合わせをしとったんですがその時に持ってきてくれはりました。 いわゆるモンキーバナナのようなもちょっと大きいでも普通のバナナフィリピンから入ってくるようなものと比べると半分ぐらいの長さでしょうかねこれがアップルバナナって言うて確かにそのアップルリンゴのような風味もあるということなんですよ大阪から沖縄に移住をされました方がご家族で作って貼りましてこちらは、はい、このパンフレットなんですがこの度ははい というのでですね、アップルバナナありがとうございますと真っ黒になるぐらいが本当においしい頃だというのでありまして、まあ、まだ全体真っ黒だということではないんですけど一本ちょっとはい今野さんありがとうございますじゃあ,あの駒さんちょっといただきますねはいまだ黄色いところが残っているものでただねもうねここあの食べるとこじゃないんですが、ここ触るとそれだけでここに 糖度が染み付いているというか、もうなんかあの密が出てきてるみたいな。そんな感じなんですね。ええ、一本いただきます。さあ、中はどんな感じなんでしょうかね。えいよいしょ。あら、<laughs> 結構とんどが大変はい。では、アップルバナナ、皆さん召し上がったことありますでしょうか？まあ、この手の小さなバナナ、最近はね、ええ。あのちょこちょこ見かけるのは見かけるんですけど。 はい、ではいただきましょうかおお中は中はまだ全然はい色あ皮が薄い皮がめちゃくちゃ薄いですこの薄さびっくりやな普通のバナナと比べたらええー、何やろは半分3分の1ぐらいなんかなさあそれではいただいてみましょうはい プルバナナでございます沖縄から届きましたすごくねっとりとしたあーはいあのまずまずねっとり感あの、まあ、納豆とはちょっと違うんですよ、まあそういうねっとり感があってすべすべ感があってでバナナなんですけど口の中に入れていくと ほんのりそのりんごっぽいような別にりんごとバナナを掛け合わせてるわけではないとは思うんですけどうんなるほど <laughs> 面白いなで今2口ですがしっかり質感がありますんであのいつもスーパーで売っているうん輸入物のバナナと比べるとこの 小さい1本食べたらそれで結構、うん、お腹にしっかりくるかなーとうと、ん、いう感じですね面白いななんか世の中にはいろんなもんがあって、うん、ちょっとこれピーチ航空に乗って沖縄行って会いに行ってうん また皆さんにご紹介あ、ちょっとなんか酸味もある感じのうんまあアップルっていうのはアップルって言われるからアップル感なのかもしれないけど面白い味でございます、はい、では今日も北から南からそして海外でもご覧いただいている方いらっしゃると思います毎日新聞を買ってまいりました長官チェックスタートでーす 改めまして、ようこそ天神橋つり商店街天六天こ森スタジオへ9月7日の水曜日でございますこもさん、こもりやすのりです今日も元気に出てまいりましたまあとはいうものの、なんか最近ね二度寝をしたいなぁと思いながらまあ起きるのは起きるのでだいたい四時台には目覚めてるんですけどはいそこからなんやかんや起きたり寝たりシャワー浴びたりネットを見たり 朝のニュース見たりしながら今日ちょっと遅くなってしまいました時刻は9時22分になっておりますさてこのてんこ盛りスタジオに昨日は、えー、メッセンジャージの黒田さんがはい、あのここの近所まで来たんやって言って収録とは別にトントーンとノックして顔出して行き張って、えー、で他の人もいらっしゃったんでね、えー、北見でこうてきました熊マの枕というこれどうぞ食べてくださいって,ってお渡ししたりしたんですが その後午後からは元大リーガーのマック・スズキさんというえまあいろんなことをやってきはって10代からねアメリカへ渡って日本のプロ野球から行くっていうのではない,はい日本人として3人目の大リーガーということになりますかねうんえ彼がここへ来てくれましてご縁がございましてで野球の話を聞いたり。 あるいはまた別のですねビジネスをやってらっしゃって爪の話なんかを聞きましてね知ってありますすごいええー、爪切りの話、まあのー、山本涼子さん山本涼さんもねあのいわゆるパチンって切るタイプのものでないのをお黒谷でご紹介してはりましたけどそのねなんか爪にまつわるいろんな話も聞いたりして録画はしてるんで。 見たいはい <laughs> 見たいでしょはい編集終わったらはい今日はすでにでも順次あの公開していこうと思います。 えー、千客万来のてんこ盛りスタジオでございますそして、えー、10月2日のイベントでございますが日曜日にやろうと思っておりますただあの、ね、月曜日に本当は帰ってきてその時に、あのー、使用料を振り込めへんかったらあかんかったのを忘れておりましてで昨日電話来たら昨日休館日やったんではい。 今日この後すみません言って大丈夫ですかって言って確認を取ってから改めてお知らせしますけれども10月の2日の日曜日にはあ一日あのこのスタジオの横のですね部屋をお借りいたしましてイベントをやろうと思っておりますでは今日は毎日新聞を買ってまいりまして世の中は大きく動いております長官チェックヘッドラインです。 東京オリンピック汚職事件で紳士服の青木から賄賂を受け取ったとして逮捕されていた元電通専務で大会組織委員会の理事だった高橋治之容疑者が昨日起訴されるとともに出版社角川からも贅沢を受けていたとして再逮捕されました前日角川会長が否定会見をした角川は捜査に全面的に協力するとコメントを出しています 2億5000万円で済むはずがないだろうと突っ込まれていた安倍元総理大臣の国葬の費用は現時点で16億6000万円にまで跳ね上がりました数字を小出しにしてコストを増やすことが丁寧な説明だと勘違いしている岸田総理ですから最終的な税金の負担はもっともっと多くなるでしょう その国葬そのものを行うことを決めたのは岸田総理ではなく麻生副総,裁副総裁だったこともばれてきました安倍さんの暗殺後3回も岸田総理に電話をかけ合同葬で済まそうとしていた総理に理屈じゃねえんだよと国葬にするよう求めたということですそりゃその後麻生さんの口にチャックをするわな 岸田総理は昨日オミクロン対応のワクチン接種を今月から始めるとともに新規感染者数の全数把握を全国一律に見直すと発表しました接種目標はワクチン1日100万回まるで餃子の王将のコマーシャルのようです自民党国会議員と統一協会との関係を調査 いや調査はしていません点検ですと言い張っている茂木幹事長は昨日日韓トンネル研究会の顧問を務めていたとされる細田セクハラ衆議院議長は点検の対象外とすると述べました議長である間は投石を離れているからだということですやることなすことすべて拘束です円安が進んでいます 年明けには1ドル115円前後でしたが、昨日は142円台まで下落、アナリストは145円台まで円安が進むとの見方を示しています日本製紙クレッシアは、トイレットペーパー3倍巻き製品の特許を侵害されたとして、大王製紙に対し、3300万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。 3にこだわるのなら3333万円にしてほしかったですキリンビバレッジが販売するメロン味のミックスジュースで100%を謳っていながら2%くらいしか果汁が入っていなかったとして消費者庁がキリンビバレッジを叱りました元陸上自衛官の女性が男性隊員から集団でセクハラを受けていたのに 自衛隊が動かなかったとしていた訴えていた問題で浜田防衛大臣は昨日全組織を対象にした特別監査を実施すると発表しました防衛省自衛隊全組織を挙げて隠蔽に走らないか注視しなければなりません公明党の熊野正志参議院議員が支援者の女性のお尻を触ったとして 党が処分の検討を始めました。熊野議員本人がどうしてるか。はい。その通り。もちろん体調不良で。入院しています。阪神は首位ヤクルトに延長十一回八対六で敗れました。村上が先発青柳から五十二号ホームランを放ち。ホームインした直後。本数が並んだ天国のノムさんに対し。 手を胸に当てて報告をしています以上9月7日の水曜日聴観チェックヘッドラインでした 報告は9時29分です現在200人以上の皆さんに生配信で視聴していただいておりますありがとうございます、えー、高評価が現在75でございますのでどうぞはいポチッと高評価忘れずに今のうちにお願いをいたしますいつもよりも少し遅いスタートとなっておりますがお許しくださいませ オリンピック汚職事件、高橋元理事再逮捕、角川から7600万円ということです。控、え、訴、ー、の時効が3年ですのでね、はいもう今、オリンピック1年伸びましたので、結構ぎりぎりのところに来ているというところであります。えー、そして青木からの 5, 万円 受領していた賄賂を受け取っていたという疑いでは、こちらは起訴されております。まあ、代行にも調査が入って捜査が入っているということですし、昨日お話ししましたように、オリンピックに関わる企業はですね。名だたる企業がもう担当入っておりますんで。で、えー、新聞社も入っております。そこで。 え何かなかったんかっていうことをなぜ毎日新聞も朝日新聞も読売新聞もワンランク下の産経新聞もワンランク下っていうのは,はいあのえ新聞の核として言ってるんじゃないですよはいお金出すのがワンランク下やったということですけれどもなぜえ自分たちのことを積極的に調べようとしていないのでありましょうかそれは調べるといらんことが出てくると。 いいいいうううこととに、まあ、違いないだろうと思うわけでございますね、えー、そしてまあ電通をはじめとするそれに群がる人たちの商売のやり方あこれはまあ多分オリンピックに限らずですね、えー、世界陸上なのかわかんないですけどね、うん、まあ適当に言ってますがあサッカーなのか、まあ、いろんなところで大きなお金があポッポナイ,ナイされていたんだろうな。 とは思いますね、はい、9時31分そして安倍さんの国葬総額16億6000万円、まあ、それは100億までは行けへんでとか、えー、体操の例の時とかあ,のあるいは即位の例の時はパレードしてますんでそんなパレードはないんでとか来た人,人のホテル代をこっちが持つのか向こうが持つのかとか。 あそういう違いはありますよって、まあ、それはまあ分かるんですけど、やっぱり何よりも2億5000万円という確定した会場代だけを発表してたら、それで済むやろうと思っていて、結局、済まんで、でえー、今まあ分かってる分だけでこんだけですって言うて、あ、えと、ー、からまあどうせどう考えたって増えるわけで、まあ、これがね、 2億5000万、まあ、弱ですけど2.5億円が25億ってなった時に10倍かよって言われるのと16億6000万やったらまああんまり変わらんと思うんですけどね、まあ、あの確定申告をした方にあるいはまあそうでなくてもですね、えー、会社に経費の生算をするときに、えー、領収書の1個1個ですよ、ね、ファミマで毎日新聞買いました。 150円ですと、これをちゃんと出せへんかったら会社はお金くれませんから、そして、よっぽどそら税務署の調査でも入れへん限り、そこまでは民意品とも言えますが、決算して、それで税金を納めるときに、一枚一枚の領収書が積算されて、足し算されて、税額が決まるわけでしょ。そこに ミスがあってもましてや隠してたりするともうめちゃくちゃ叱られるわけじゃないですか住家産税取られたりとかですね、ええまあ、そういう正義が当たり前にあってでだからこそ脱税するようなやつらとかは無駄遣いするようなやつらは捕まったり糾弾されたりするわけなんですけど、まあ、どう考えても2億5,000万ですっていうその。 最初の少年の鎖具合ですよね、みんなのお金なんですから、税金なんですから、まあ、余裕見て50億って言うときましょうかと、まあ、68億まではかかれへんと思いますけど、まあ、32億では済まへんと思いますんで、まあ、念のため、余裕も見て、50億ですと、やってみたら、48億3725万7253円でしたと、1円単位までちゃんと。 最後までですね、やらんとあかんわけでしょ、ざっくりっていうようなことはないわけですからね。でも、まあ、それでえ,えわと、国のトップから、偉いさんらがみんな思ってるっていうことでして、でこんな人らが、まあ、今後、例えば防衛費でいうと、軍事費倍にしようっていうわけでしょ、だからまあ、多分こんなんですよ、多分じゃあ、航空母艦作りますと。 すみませんあの最初に出してたのはあの船の,あの下の部分だけで空母、はいえー、の、はいあのー、甲板のところはあのオプションになっておりまして、はああ、忘れてた、エンジン忘れてましたわあはいはいはいあ、燃料いりますね。ええ一回だけの航海じゃなくて、ええ 年間の予算で何もかかるか、はああしまったすみませんそれ計算してませんでしたわあれレーダーいりますかあえあえあ飛行機は別予算になってましてねはい、あはあ、まあ,あ30機ほど、はあ、格納できるんですけどで言ってもおかしくないやろなあっていうことですよね,ねええそんなんまかり通ると 国の上の人らがほんまに思ってるんですよね。<laughs> まあ、家建てるにしてもそら工場を建てるにしてもそらね外交工事かいりますやん。外交工事のことなんてだいたい家建てるときあんまり考えてないでですよねでもいる,いるんですよ、うん、あと家電製品もね。そら 前の家からそのまま古いブラウン管のね、えー、テレビ中は行かへんでしょう。まあ、昔に比べて安くはなってますけども、なんやんかんやて、かかるその全体像を知りたいって、ね、言ってるわけですよ。ねえー、お父ちゃん、お母ちゃんから生前贈与を含めてですね、家建ててもうた人だっていてはりますやんか。ね、ほな、なんぼいんのあんたっていうときに、 そらやっぱりそれは全額に近いところのことを言ったえへんかったらそらそらあかんでしょうと思うんですけどでこれがこの小出しに小出しにするのが丁寧な説明だと言い張っているっていうところですよねいやそれを丁寧とは言わないっていうんですよはい。 まだ確定してへんもんは確定してへんのだから言ってないだからそれを丁寧だと言うんですっていうのが岸田さんたちの一派の自民党の政府の役人の言ってる言い方なんですけどそれを丁寧とは言いませんってどう考えても誰が考えてもそれを丁寧だなんていうことは一切ございません。はい 9時38分でその、えー、国葬そのものですけれどなんで麻生さんがいろいろと言えへんねんということをずっと言ってましたよねでバンキシャはいつも朝散歩をするのに周りで,でへらへら笑いながらあ麻生さんの皮肉を「ああそうでさようでございますね先生」言いながらですねええー、聞いとるわけでしょ。 うん、そのことはもうみんな知っとるんですよ。であの麻生さんの嫌いな人の悪口を「こんなことありましたよ」って「ああそうかおもろいおもろいな」言うて密告したりもしてるわけでしょ政治部の記者たちは。ね。うん、知ってたはずですよ岸田さんに俺ら言うたんやと国葬にするようにあいつ内閣と自民党の合同葬で済まそうとしとんねんぞと。 とんでもないと。で、2回どころか、3回電話したそうですね。こんなことまでちゃんともう漏れちゃってるんですよね。いや、そは裁判して確定した証拠ではないですけど、3回電話をしてきたそうです。ほんで、言う,言うたのが、理屈じゃねえんだよって。あのすいません、あの法治国家ではい。 法律のちゃんとしたあその土台がある上で決めないといけないことで、まあ、吉田さんの時もその総理府の設置法内閣府の内閣設置法でやるっていうことへの疑念があって、まあ、それでもまあ吉田さんの時にはやったわけですけどそれ以来要請へんかったわけでしょ。ね でまあ、その吉田茂さんと安倍晋三さんを、まあその,の評価を同列にするのかどうなのかというのは時代背景から外交の具合から違うので、まあ、難しいですけど、まあ、たとえそうであったとしてもです、ねえー、その理屈で法律で,法律で動くものですよ、法律をもとに決めるもんでしょ。ね 理屈じゃねえんだよすいませんが麻生さんに理屈で動くもんだということをどなたかパンキシャは教えてあげないんですかねええー、でもまああのー、かわいそうやとは思いますよ僕が岸田さんやったら そこで3回電話かかってきて、岸田さんからですよ、3回電話かかってきて、理屈じゃねえんだよ、国葬にするんだよ、お前って、ベラン名で言われて、ガチャンと、さあ、切れますかという話ですよね。いや、ほんまに、ほんまに自分がとか、理屈で考えてるじゃなくて、自分が。 岸田文雄であったとして、ええ、麻生太郎から3回電話がかかってきて、陸地じゃねえんだよまで言われて、国葬にしろって言われて、恫喝されたときに、あとあと、もうほんまに家に火つけられんのか、あそれこそね暗殺されんのか、政治的な、うん、そんな思うと、ははーって。 そらきっといや言い張りは別としてですよなっちゃうんでしょうねうん <laughs> ああでそれをそんなことできへんということを岸田さんに求めること自体が非常に、うん、かわいそうなことなんでしょうねということは岸田さんがやっぱり総理大臣をやってるということがかわいそうなわけででもほんまにかわいそうなのは岸田さんじゃなくて 国民だとということですよね皆さんお分かりのようにね。へえ。そら出てきて言いませんわな。そんなことは認めませんわな。それはね。あのうちうちでは認めてたとしても記事に書かれるようなやつらを相手に俺が「俺がやれって言うたんや」なんていうようなことは多分そら一生言わないでしょう。墓場に 持っていく話なんでしょうけどもねうんあのレイムダックっていう言葉があって内閣がもう終わるっていう時に次の人も決まっててとかってなったらですね誰も言うこと聞いてくれへんとかうん政権末期のそういう状況っていうのがありますけどまあ珍しいですよねこれだけ買ってあと3年間何も選挙せえへんかっても ね、フリーハンドを与えられた岸田政権がこのまさにレイムダック状態というか死にたいであるということかといってねえ国論を二分していることがあるからっていって選挙するはずもないですしもうこうなったら健康状態とかを理由に。 急遽辞任するっていうのは安倍さんのときとはまた全然違う意味合いでですよ、それぐらいしかこう対面保って辞めるやめ方がないですよね、岸田さんっていう人が。他のこともほんまに後から後からあの後から後からなんですよ。それも都合悪い 最初から都合,都合,は都合が悪いでしょって分かってるぐらいのことをやりますって言ってやっちゃってで自分が言うって言って言っちゃってでおかしいやろうって言われていやいやそれはこういうことでこういう意味なんでそれを丁寧に説明しているということなんでみたいなことであの空き巣の手口のことを言いましたけどそれはあのうまい泥棒変 <laughs> な言い方ですがうまい泥棒は 空き巣を重ねてその手口に磨きをかけて、えー、どんどん、うん、あの盗んでいくわけで、えー、できるだけ捕まらないようにするわけですけれどこの岸田さんのやろうとやってきていることこれからもやっていくであろうことは、えー、もうバレバレの証拠を残しながらの いつ捕まってもおかしくないっていう泥棒のやってるようなことですよね、とととその手口のずさんさということで言うとね、えー、まあまあ、そりゃ警察は上から言われたら、政治から言われたら動かんもんなんでしょうけど、別にいやあの岸田さんが窃盗してるわけでも万引きをしてるわけでもないですけれども、うーん、ねえ。 誰かいかんのですかね、その別に麻生さんに刃を向けろとか、そんなことでは全然なくてですね、麻生さんと、あなたが決めたんでしょうということを、梨本さんが恐縮ですって言って言ってくれるとか、誰かせんのですかね。えー 東京新聞、望月記者とか行かないんですかね、まあ、官邸とかは行きますけどね、講、う、演、ん、とか市販のもいいですけど、うん、番記者おるんでしょ、私が今日帰りに行きます、言うて、あるいはついて行きます、言うて、家も分かってるわけですからね、うん、まあ出禁になるんでしょうけど、こんだけ言われてますよと、麻生さん、麻生さん、あなたが決めたんでしょうと。 で帰れとか言われても,も、その帰れの表情で、ほんまのことを図星言われてるかどうかって、こっちに伝わりますやんか、うん。ねえ、誰か、誰かないですか、いかんのですか、麻生さんのところへ。いかん、麻生、うん。9時46分です。 えー、岸田総理、オミクロン株対応のワクチン接種を今月から始めるという新型コロナウイルス対策、ウィズ・コロナへ移行するための全体像を明らかにしましたと、この全体像というところに何かこだわりを持ってはるようでして、うーん、まあんまり、はいえー、ワンノブ国民の私としましては、別にまあその全体像という言葉でビビッとくるところはないのでありますけれども。 オミクロン株対応ワクチンの接種を今月から始めますワクチン1日100万回、餃子の王将、はいえー、その接種体制を整えると、えー、感染者の自宅療養期間を短縮する、全数把握全国一律見直し、まあ、この全数把握の見直しについても、この半月ほどでバタバタしているところをみんなに、ね、見せてますよね。 あ舞台転換をする時にその舞台転換してる大道具さんやらの姿が全部見えてねトンカチトンカチしてる音も聞こえてっていうねあのスムーズなー「8時では全員集合やったらダメだこりゃ」でね「ダメだこりゃ」はあっちかフジテレビの方か。うん、コントのオチがついたところで てて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 て 症状がある場合現在の10日間から7日間に短縮無症状の場合は検査で陰性が確認できれば今、7日間を5日間に縮めましょうとということですねあとまあ水際対策などでいうと今日からもう5万人までしたっけ2万人、5万人に入国者数を増やすとか。 添乗、えー、員のいないツアーでも OK とかっていうようなことなんですけど、まあ、しかし、まあまあまあ、その外国と比べて何でもかんでもいいということではないですがあ日本があ、まあ、円安ですから、えー、非常に旅行はし,にやすしやすくは海外の人からはなっているとは思いますけれどもお生きにくい国であると、うん、あのスタートのところで。 ウィズコロナなのかアフターコロナなのか知りませんが日本が観光地としてですね、えー、出遅れているのはまあ否めないところではございます時刻は9時49分です、えー、自民党の議員と統一協会との関係につきましてはまあ細かいところでも拾っていこうというのが小野さんのはい。 えー、方針でございまして、岸田総理は君の昨のの自民党役員会で、党が9日にも公表します統一協会との関係をめぐる調査に関し、党として一致団結し、毅然とした対応を取ると述べました、はい。いつも言っておりますが、この慶応句がありますと、それは大嘘ということですよね。一一致団結して、ね、統協会ととのの関係を断つのだと それに対して、毅然とした対応を取るのだというふうに見せかけようとしているということですよね。で、これにね、ここね、調査を進めていると、毎日新聞は書いております、調査を進めている。これについて、調査ではないのだということを茂木さんが言っている記者会見の様子見ました、あの若い記者だと思われる声でですね。あの党が調査を しているという件についてなんですがって言って、調査ではありません。調査ではありません。調査はしていません。あの正しく書いていただきたいんで言うんですが、調査ではなく点検です。と人を見下したように、まあ自民党の人たちよくやることですけれどもね、え。ー 国民によって選ばれている人なんですが、国民のこと、国民を代弁している記者たち、記者をですね、もう本当にあの見下したものの言い方、まあ、麻生さんに代表されますけどもね、うんええ、しますが、まあ、それでも毎日、まあ、分、えらいですね、点検とは書か,かずに調査と書いております。うん、で、まあ、その総理の総裁の意向を受けまして、茂木幹事長、 まあこの人を幹事長にしているという時点で総裁としての能力を疑問がありますけれど細田衆議院セクハラ議長と尾辻さんが演説の上手な人ですね追悼演説特にうんこの人につきまして点検はしませんというふうに言いました。はい、あ。のー 自民党というマンションに入ってて全部ガス器具点検せえ型がとあかんのにあの投石離れてるからっていうので点検せえっていうんですけど特に細田さんについては日韓のトンネルの研究会の顧問を務めてたということですからはいえーまあも,うもう過去のことですけどねこれはねあのこのトンネルの構想自体がね 過去のことではありますけれど統一教会が統一教会たる活動をしていく上で政治家に取り入っていくために明らかに利用していたそんなほんまに何十兆円もかかるようなあ事業が可能であるかどうかは別としてそういうことをぶち上げていること自体が統一教会にとってメリットのあることで統一教会の力を借りようとする議員たちにとってもメリットのあることというのがもう今はもう バレちゃってるわけですがそこに顧問として入ってたのが細田さんというか可愛らしい記者を置いといたら何でも喋ってくれるという新聞社も分かって若いお姉ちゃんを担当記者にしつけてきたわけでしょそういうセクハラの人ですやんかでえまあセクハラのことは一旦置いといても統一教会との関係についてもうはっきりと証拠が上がってる人なんですけど えー、党としては点検しませんと、住、はいえーまあ、んでるのは住んでるんですけど、あの一応、党籍というものは離れていますんでっていう理屈だそうです、ほんまにまあ、なんでしょう、いやさ理屈としてわからないではないですけどね、それはね、えー、しかし、もともと自民党の人なんですから、でまあ、議員を続けてい,ていたまま、もし、えー、衆議院議長を辞めたらまた戻ってくる人でしょ、ね。 ええ、それは別に入れとってもええんちゃいますのんと思うんですがほんまにこの茂木っていうおっさんのやることは言うてることは大嘘がいっぱいありますし、ええ、もうやることなすことは本当に古速ですよね。ええまあ、それは茂木という人の問題なのか自民党というところの問題なのか、まあ、両方あるのだと思いますけれども。うん 9時54分です円安です、1ドル120円、130円、140円といきまして、142円台、24年ぶり、1998年ですが、駒さんがまだ極穴だった頃まだまだ髪の毛がまだ今よりはあった頃しかし、しかし駒さん、今、はい。昨日の ちょっとあの昨日ちょいと理由があってあのラジオ的になってたんですけど、はい、またあの来週のやつはちゃんとしますがうんやっぱりね今日も元気ですようんこっちがこの間までのやつねはい CO17 こっちが9月から発売になりました新しいやつですナノインパクト8 8ですわなんかね、まあまあこの、この今のこの映像だけ見てるとねそうでもないように思われるかもしれませんがね、はいえー、来ております、来てます、来てます。はいえー、このまま行きますと、まあ、150円はともかくとして145円ぐらいまではいくんじゃないかと、数ヶ月以内にと、つまりまあ年内にっていうようなことですよね。うーん まあとなるとるやはり輸入の物価が高くなるということですね。も、え、のーまあの値段が上がっていくで1リットルのものが900ミリリットルになる、えー、500ミリリットルのものが400ミリリットルになるっていうのが、まあ、ステルス値上げみたいなことも言われてますが、あのー、コカ・コーラが500ミリリットルのやつ 今も出してないっていうか出してないこともないけどあんまり出てないですよねえ350と700にしてるのかなこれがなかなかねやっぱりまあ何度も何度もさみだれ式に値段上げていってまあスーパーが98円198円にするためにスーパーが涙を飲むということもあるでしょうが本まで言うとそら あの原料材料費が上がり製品の価格が上がると98円やったもんが108円になり118円になりって128円になりって増していかなあかんわけですけどこの18番の朝の豚汁もそうですけどやっぱり最近ちょっと行く回数が減ってきてるんですよね。それなんでかっていうとやっぱりねこのサミダレ式に値段が上がるっていうのは。 ボディーブローのように、まあ、店には効いてくるというかこっちの財布にも効いてくるんで嫌になるんですよ行くのがあいやあの元気さも笑顔も、うん、味も変わらへんのですよただあまた値段上がったっていうのがねえー、いやそれはまた うん、仕入れが上がってるんだからそれはまあ当たり前の話なんですが要はマーケティングというかそのお客さんの心理のところで言うとまた上がってるわっていうのが非常につらいかといってじゃあ5割一遍に上げますっていうのもなかなかそれもできへんという中でコカ・コーラが 500ml を中心にせずに350と700にするっていう作戦に出てるっていうところが賢いっていう話で結局 500も別に500飲みたいと僕らが思ってるわけじゃないんで結局ちょっと残ると残ったやつまあ結局捨てるとかあそれこそもうあの気抜けてしもたとかぬるくなってもうたとかっていうようなことで飲みきってない人もいるとうんでかといって2人で飲む分には別に口つけて飲むっていうことでなくてコップに入れて分けるにしても500では足れへんというようなことを 科学的にアンケート調査などを分析して350と700に分けてやることによってなんとなくこう100円のものが110円になり110円が120円になり120円が150円になりましたっていうようなあのさみだれ式の値上げを避けているというですねあまあまあマーケティングって科学やなっていうのはまあそれは俺が 買いたいか買いたくないかのいちいちお前らそんなに決めてくれるなっていうのが僕の基本的なスタンスなんですけどとはとはいうもののやっぱりそういう心理は集団的な心理は僕も影響を受けますしあなるほどなあとあの。今後 まあどの業界であろうが我々サービス業であろうがビデオ撮影であったり何であったりっていうようなことも当然まあねそらガソリン代上がったらロケ行くガソリン代も上がるわけですし人件費も上がるわけですしとかっていうようなことで言うと値上げをさせてもらえへんかったらあかんことってやっぱり小麦を仕入れてガスで焼いてという仕事ではないけど絶対出てきますんでそうなった時にただただ同じ,同じサービスを すいませんが」って言ってたびたびですがって言って値上げをするのとは違うやり方があるんだってちょっとまあコカ・コーラと同じことを僕がどう考えたらいいのか分かんないんですけどもはい10時になりました松井愛の「少し愛して」の時間ですがこのまま長官チェックを続けます えー、日本製紙フレシクレシアはトイレットペーパー3倍巻き製品の特許を侵害したとしまして、えー、大王製紙を訴えました他社からも出ていますこの3倍巻き、えー、5倍巻きとかっていうのがあって、えー、ただただまあ紙を細くすればいいという薄くすればいいというものではなくいろんな工夫がなされていますと。で よそもその特許を侵害するなマネシをしたところもあってそれはダメですよって言って言ったら販売控えてたんだけどダイオウはそのままあの売っているというので損害賠償を求めました東京地裁に訴えを起こしたということですまこんな特許の侵害とかっていうことが本当にそうであるならばやっぱりえま特許とまあ未接にかかわりますが。 研究開発をしてですね先行者利益、まあ、開発に費用ももちろんかかりますが特許によって守られている間にその、えー、かかった費用を回収するあるいは大きく儲けるだからまた次開発ができるっていうのが、まあ、特許制度なわけでありましてよそがそれをあこれ売れてるからあこれ便利やなっ言うてみんなが真似されたんではそはあかんということですよね。えー 通常のトイレットペーパーに比べて長さが3倍という製品です。うんえー、2枚重ねのダブル1個2 5ルシングル5 0ルが一般的ですが長持ちロールというのをしました2016年ダブル1個7 5ルの3倍巻きを発売いたしましたで今年に入りまして大王製紙が3.2倍巻きというのを出しました。 グレもともと特許を持っている方は紙の表面に凹凸凸凹をつけることで圧力をかけても硬くなりすぎずにふんわり感を出すまあその新聞紙とかねちり紙でやってた時と比べまして今はま,あまあいわゆるボシュレット的なもんもありますけどお尻に優しくなってますやんか。 ねでねまあ地位はまあ多くの人がまあ男女関わらずな,なるもんですけれど、えー、そういうことを考えてもですねふんわりしたやつがいいなとでもふんわりしたやつで分厚かったら巻き一巻きの使える量が減ると3倍以下とやっぱりなんかだいぶ違うみたいですねあまあ当たり前ですけど <laughs> 買いに行く回数が3分の1で済むっていうことですよね 期間が3倍長くなるっていうことですから1割2割でもね違うと思うんですけど3倍違うってそれはなかなかのもんですよね。で多分アメリカなんかやったらこんな訴訟をしたらもう下手したら3兆円取られるんちゃうかっていうぐらいのことでしょうけど日本はまあ 業界お互い様っということもあるんでしょうか3300万円だそうなんですけどね、まあ、なんで3300万円なのかという関さんの根拠はあるんだと思いますけれど、まあ、どうせ3倍のやつで3にこだわんねやったら3333万3333円の損害賠償を求めましたってしてもらったら面白かったかなと思います。はい、<laughs> 10時4分そして えー、キリンベバレッジが叱られました消費者庁に、えーまあ、100%というのをどう見ますかということなんですけれども、ねえー、トロピカーな100%メロンテイストというものがございましてということはまあ うん、100%メロンテイストって言ったら100%かなと思いますわね正式な名前で言いますと、まあ、この4月までの話なんですがトロピカーナ100%丸ごと果実感メロンテイスト 900ml 入り税抜き250円でございます100%メロンテイスト厳選マスクメロンといった表示 メロンにストローを刺したイラストの注ぎ口になっているんですが実際は98%の果汁がブドウやリンゴバナナでメロンはわずか2%程度、はい、で、まあ、これあの怒られまして今今はパッケージ変えてるみたいです100%メロンテイストっていうのを100%フルーツジュース メロンテイストという商品名なので100%果汁ですっていうのは間違いないですと100%果汁なんだけどその100%のうちのメロンは2%でその他は、えー、他の他のものですはいええ <laughs> でしたっけ、えー、ブドウやリンゴバナナなんですけれどただ 名前がメロンテイストっていう名前なのでそこに100%が引っかかったら100%メロンやと思いはるかもしれませんが違うんですっていうのがキリンベバレッジなんですけどねこれねあのいやキリンの社内であるいは、まあ、これデザインするのが内製化してるのかどっかのデザイン会社に任せているのか あるいはその広告を打つ上での代理店とかそれ誰かこれあかんよって一人も言わへんかったんかどうかまあこの事実関係がまあ今日は毎日新聞ベタ記事で出てますしネット記事ではもう少し詳しく書かれているんですけどキリンともあろうところがですよええ天下のキリンベバレッジが2%しか メロン入ってへんのに100%とそら誤認するように仕掛けてますよねそら100%メロンテイストでしょ100%とメロンテイストは別の単語なんですっていう話ですよねでしょあの向こうの言い分はでも100%メロンテイストって書いてたらそら100%はメロンテイストにかかってると思いますやんか ね、でこれまあまあちょっと今後出てくることにも関わるんで、えー、非常に言葉遣いをうんまあだからもうほんまねマスコミが一応マスコミとしての、あのー、CM の考査とかもしてるんですけどあのー、大きいところがこんなことを堂々とやってるんで。 それ要はファイと一発のあれと一緒でですねタウリン 1000mg とファイと一発は全然別のものですからはいあのタウリン 1000mg を取ったらファイと一発になると思っているかもしれませんがあれは別の文章ですからねええ知ってました知ってましたあ,あ,あのまた改めてええー あまねくみんなが見られへんところ出ないと言うたらまた問題になるかもしれませんけれど駒さん公園に呼んでいただいたら言いましょうかね。むちゃくちゃですよ。あんなん堂々とみんな流してるわけですからね。ええ、ねえわしのマークね。うん。あのそこまあまあちょっとそ,そっちはちょっとファイト一発でちょっと置いといて。 えー、めちゃくちゃですわそんなん100%メロンテイストって書いてたらそりゃ100%メロンジュースやと思いますやんか2%だったっていうんですからね、まあ、せめてまだあの香料だに、まあ、匂いって本当にあの香料僕のしている会社も匂いのことやってはるんで、まあ、ほんまにあの何でも作れますって言うてありますからあの0%でも何とでもなるんですけど実際問題はねえー、まあ だからキリンレバレッジの両親は2%しかなかったということですね、えー、これに関わったあの人たち、代理店もデザイン会社もみんな含めて、この商品に関わった人たちの両親は100%ではなく2、2%しかなかったとっいうことだと断言していいと思います、あのちょっとやっぱりあのお客さんをなめてると思います。はい、えー さんはマスコミほどの威力ももうないですしマスコミも乗りませんしわずか数千人の方とのこのコミュニケーションしか今現在取れておりませんけれどもあそういうことはしません、はい、あの正直に正直にニンにクを売り正直に、はい、北海道に行き、えー、正直にあのア,ップルアップルバナナを食べました。はい。 美味しかったです、うん、時刻は10時10分です今最もアナログの時計が美しいフォルムを見せています10時10分ですなんでなんでしょうね <laughs> 不思議ですね昔から不思議だなと思ってます五ノ井さんのお話です時刻は10時11分になろうとしております 陸上自衛隊一等陸士だった五ノ井里奈さん22歳、男性隊員から,らから集団で性暴力を受けたとされる問題を受けまして、浜田防衛大臣が閣議後の記者会見で、防衛省、自衛隊全組織を対象にハラスメントに関する特別防衛観察を実施すると発表いたしまししまた。た。観観観察察察ででです。観察ではなく観察でした失礼しました。 防衛自衛隊内のハラスメントの相談件数が増加しているとして対策を抜本的に見直す考えも明らかにしたということでそのいわゆる暴行ですねえその強まあ,あえて言いますか強姦されるというようなあるいはそれに未遂になるようなことだけをあの性的なハラスメントとするものではもちろん ございませんええええ、銀座の高級クラブで、ね、髪の毛を引っ張ったとかねええ、でブラジャーを外して、うん、落ちちもんだとかっていうようなことももちろんですしそれ以外にもさまざまなことがあります。そそそれがおそらくそののの場のノリ的なものとして 状態的に行われそれに対して「あかんやんか」と思う人がいたとしてもその人たちが声を上げないというのも実行している人間と同じ罪かと言われるとそうではないかもしれないがしかしそれを黙って見ているということあるいは相談を受けた時にも「あ,あんたのことを思うと黙っとき」って言ったりするようなことそれもその集団の罪の中の一つ であると僕は思いますしえ声を上げたとしてももうそれを隠そうとする力自衛隊というところがまあその構造上男社会であるあるいは戦争をしないといかんところですから上官の命令は絶対であるとみんなが個別に動いてしまったんではあーその暴力装置としての 銃を持ったり爆弾抱えた飛行機をミサイル抱えた飛行機を運航しているわけですから命令が絶対であるというところが必要な組織であることは重々分かった上でですよでも人間が人間と一緒に暮らし仕事をしていく中でやったらあかんことがしょっちゅうあちこちで起きていてそのことを。 に声を上げることすら難しいという空気感がありその中でも五ノ井さんのように声を上げたとしてもそれが今回彼女の場合は特別観察まで行きましたけれどそこまで行かへんかった声なき声がどれだけあったのかっていうことでこれはまあ多分自衛隊だけの問題ではなくマスコミにはマスコミにありなんだと思います。 あのその性的であるかどうかっていうのはそれはそれでまあ一つ大きなポイントではあるんですがまあもう一つのことで言うとグこれはまあのすねハラスメントといじめはまあ類似語の部分でもありますけれどもあのそういう性的なものとは置いといてもいじめなんかもそうでしょう。のの仲間うちの中の それはノリなんだということでまあそういったものを全部認めへんやったらそれこそもう吉本新喜劇もできへんわみたいな話もまああるんですけど、まあ、それは一旦ちょっと置いといて、えー、そら人間エッチな気持ちもありますしそら人によって濃淡は あるでししょうし別にそれが男性ホルモンで頭の剥げてる人はスケベやとかっていうそういうことを言いたいわけじゃなくてうんそらありますよ。さんだってスケベですすよよエッチですよでまあうんコモさんもノリでねっ。 なんかししたこともさあるでしょうあのそれは別にあの犯罪になるようなことはしてませんよ。ですけどま,まあこの年になって言えるのはやっぱりまあまあ、まあ、うちは息子も娘もいますからね息子や娘がだか娘だけっていうことではなく今この時代言わなあかんのでしょう。息子や娘が およかったなって言えるかどうかですよ。そらあかんやろうとうちの娘に何をすんねんってうちの息子に何をすんねんっていうことが多分その、えー、法律的にそれはあハラスメントですと認定されるかどうかっていうねそのあいやった加害者加害者を豚箱に掘り込めるかどうかっていう基準とまた あいわゆる常識的な倫理的なことっていうのは当然違ってくるとは思うんですけれどうちの娘がされて腹立つことをよその人にするかっていうところでしょ。ね、100%見綺麗な人がいるとも思わないですよそれはねこれまでの人生それが61年なのか。 38歳なのかそら分かんないですけどそ,らそれぞれがそれぞれでハメ外してしまったりとかあの時なんでちゃんと声上げへんかったんやろかとかっていうことは誰しもまあそれはそれであると思うんですけど基準はだからうん我が子がそうされて腹立つかどうかっていうとこなんだと思うんですけどね。で うん、今回まあ五ノ、まあ、さんがある意味あの何でしょう,う潰されずにうまいことっていうのはそのへへ変ないやらしい意味じゃなくて、えー、ほんまうまいことをここまで持ってこられたんだと思うんですそれは彼女のキャラクターとか実名顔をさらしながらやるっていう勇気とかあるいはそれを支えようとした多くの 他の人たちアンケートに答えた人たち支えようとしてくれた支えようとしている人たちのこともあって今ここまで来たんだけどでもそれはまあ教育委員会の問題があり何の問題もいろんなことあると思うんですけどスポーツの問題がありねそれはラグビー協会だってひどい話いっぱいありませんかあんな見てると力の強い組織が組織だって 黙っていっていう力ってやっぱりすごいですからねその力を国の守りに使ってくれよと金メダル取りに行くのに使ってくれよと思いますがねラグビー協会の話もねひどいですわでもああいう強い人たち実績のある人たち 自衛隊のような組織が、組織だって、はいはい、分かりましたって言って、注意の証面は受け取りますが、後ろでみんなで、ーっとベロ出して、みんなでせーので、ーってベロ出した時の隠蔽力ってすごいですからね。えーこれはね、うーん。 あね、昭和36年1961年まだ男が強いとされていた社会の中で生まれて、えー、60年以上生きてきたコモさんからしたら今のこういうことってなかなか受け入れにくかったりとかあの違和感があったりとかする部分も確かにあるんだけどでも、まあ、冷静に考えてやっぱり、えー、自分の娘がされたら嫌なことはすんなっていうすごく当たり前の結論に なりでそりゃ飲みすぎることもあるしはめ外すこともある自分であると分かった上ででも、うん、そこはそこを抑えるのが理性っていうもんなんだろうしね、うんまあ、自衛隊がほんまにこれによって変われるのかっていうとちょっと僕は。 あの疑問使をしておりますがまあしかしまあそれはせっかく声を上げたご連さんの気持ちにそう,いうことにはなれへんのかもしれません。10時20分公明党の参議院議員この間当選しました支持者の女性のお尻を触ったとして党が処分の検討を始めたと第三者会面に小さく出ておりますうんまあ今のこの話の流れの中でね だからまあそのお尻触りたければまあ香川照之さんじゃないですがおっぱい触りたかったらまあまあねおっぱぶっちゅうところもあるわけでお尻触ることぐらいは OK のお店もあるわけですからその。 目の前に下着があったから取ってしまいましたとか,なかパンツ議員もいますからね、えー、そんな人らが結構偉そうになってるっていうのはやっぱりどう考えてもおかしいと思うんですけどパンツ泥棒してた人ねうーんいやだからまあ自分の中のエッチなところもだじゅだ誰よりも分かってますからね <laughs> さあ皆さんもそうでしょ <laughs> 人,の人のエッチさ加減なんてなかなか分かんないですけど自分のエッチさ加減が分かりますから,からまあでも 目の前そこ,そこにお尻があるからってねええ左教えないんですからお尻が目の前にあったら触ってしまうっちゅうのはようわかんないですしうんまあ何よりもあのそういうことがトラブルが出てきたらこの人が体調不良理由に入院してるっていうところがまあ一番の,あの吹き出してしまうポイントでありまして、ええ どういう体調不良なのか細かくはこの記事ではわからないですけれども、えー、なぜ本当にみんな政治家は都合が悪くなると入院しはるんでしょうかね医療逼迫してますからねそんな人のためにあの病室を占拠しないでくださいません10時22分 阪神は昨日延長戦で敗れてしまいました、すみません、えー、酔っ払っているうちに終わっておりました、8対6で敗れました、村上、先発、青柳から52号ホームランを放っております、ホームインした直後、胸に手を当てて、はい、空を見上げました、ノムさんと生前、ね、話をしたそうです、俺を抜けようというふうに言われて、ノ、え、ム、ー、さん、ここまで来ましたよと、落合さん、 のむさんと同じ号数ですね、うん、もうこれはもうこのペースでいくと60本は超えるでしょうからはい阪神打たれるのは辛いですけどそもしゃーないですわね阪神、えー、は4位広島とのゲーム差が今1というところでございます。 以上、直感チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。10時23分です。現在257人の方が同時視聴と出ております。このうち高評価ポチッとしていただいた方がおよそ半数142となっておりますので、お忘れの方、どうぞポチッとお願いをいたします。さて、えー、西村の取説というお話でございます。 西村大臣経済再生担当大臣としてそして新型コロナのことでもよく出てきました、えー、この人が出張するときにこんな風にした方がいいよという、あのーえー、周りの人たちお月の人たちのマニュアルですね、えー、でこれが報じられましてお、まあ、面白おかしく報じられて本人が認めましたと今日 マニシムは6面経済面にどうい分うけか出ております対応マニュアルの存在を認めましたと、うん、過度に私に気を使う必要はないしこのような文章を作成する必要もないと事務方には伝えたというんですねで実は、うん、そうですね、ま コモさんんのマニュアルもあったらしいんですよ、ね、でまあそれを面白かしく取り上げられて、えー、実に私はまあ不快な思いをしたことがありますただまあ,あ突っ込むなら突っ込まれろっていうことから考えるとそこで不快やというふうなことを言ってはならんのかなともまあこういう世界でいる人間としては思ったりもするんですけど、まあ、西村さん僕好きじゃないんですけどねええー 好きでではないんですけど周りの人がそういうそのいわゆる取説を作ること自体までまあ面白おかしくはできますけどそれが取説とかマニュアルとかっていうことになるとそれは分かるんですけどね。基本この記事なんかもその週刊誌報道に合わせた。 あの偉そうなおっさんがいていや偉そうなんだと思いますよで周りのスタッフがどんどん辞めたりもしているっていうようなことは、まあ、仕事ぶりがハードだっていうこともあるでしょうしその人を人として見てるのかどうかみたいなことが言われるのはそうだろうとは思うんですけれど対応マニュアルは「西村経済産業大臣出張時の注意点取扱い注意」と書かれております、えー。福島復興推進グループが8月に作った たものですこれは8月に福島を出張する復興の様子を見に行くという時に合わせてということです。移動中の車内で西村さんへの説明の資料について幹部には手持ち資料を集めに持たせることモバイルプリンターを持参することは必須であるといった業務に関わる注意点一方業務に直接関わらない でまあ、こう書いてますが、まあ、大臣のお月として言ってたらそれはまあそこでも業務だと思うんですが「土産の購入量が非常に多いので荷物持ちの人員が必要である会計は複数人で対応できる体制が必要である保冷剤の購入および移動車内の冷房は必要である必須である」など土産品購入のための人員確保が求められていると。 さらに東京に帰るときの夕食の購入について弁当購入部隊とサラダ購入部隊の二手に分かれて対応とまあこ,のこの書き方自体がまあまあ揶揄するような書き方ともいえますが事細かに対応方法がしに記されていましたとでまあ西村さん、この言い訳も苦しいと思うんですよねまあ福島の復興は最重要課題でできるだけ現地の産品を購入したいと思ったと。 他の人と比べて多いか少ないかわからないが気を使ってくれたんだろうというふうに言ってましてまあそれが政治活動費なのか何からお金が出ているのかいわゆる本当のポケットマネーなのかどうかは知りませんお金の流れは問題は別としてえまあ地元で業産買いましょうとでまあねそれは飛行機やったらねピーチやったら機内持ち込みは7キロまでえとかいろいろありますやんか。 うん、そんなんも大臣やったら、優遇してくれんのかもしれませんけど、まあ、ぎょ他の人が、うん、お土産5000円分しか買うてへんのに、西村さんが10万円分買うっていうことも、まあ、それはそれで別にあることだろうし、そのお金の出どころの問題は置いといて、でまあ、福島なら福島、ね、もさんやったら、北海道だった北海道行ったときに、その地元の門を買うてきて、赤いサイロ見つかったら買ってこようと。 食べさせたけたら喜ぶやろな言うて会社持っていきましたというようなことはあるのでそれをことさら何か取説っていう言い方をしてるとしたらまあまあその西村さんの部下に対する周りの人に対するあたりが結局強くてっていうことがあるんでしょうけどね香川照之さんの飲み方がやっぱりあまりにもひどくて前々から苦々しく思ってた人が いてねえ人気のアナウンサーがね俺様のことは誰だと思ってるんだっていうことに苦々しく思ってる人がいますのでねえそういう人が何か出てきたら問題が出てきたら叩かれるというのは仕方ないのかもしれませんけれどもそらそのサポートする人たちの側のマニュアルというかなんというか例えばまあ まあ、特番の時にねそうやって駒さんマニュアルがあるとかって言うて面白おかしくやられて、まあ、あのその相手との信頼関係で言うと信頼関係のない人から言われたんで腹立ったんですけどそれはまあ信頼関係のある人からのツッコミやったらそれはそれで軽く流してたかもしれませんがどういうことが書かれてるかとかって言われたら駒、えー、さんの準備するーテーブルがありましてねスタジオの外の。うん そこの僕はそんなんかも記憶にないんですが、えー、赤青鉛筆がありまして、えー、それはあのちゃんと削ってないといけないっていうのがなんか書いてあったみたいでいやまあ確かにあの日本を置いててで、まあ、人にもよりますけど。 あの赤を上にしてる鉛筆と青を鉛筆あの上にしてる鉛筆と2本置いてあってああこういうことを多分言ってるんやろうなとは後で思いましたけど2本ないとあかんって言った記憶もないしあの赤と青を交互に置かなければならないっていうようなことをどなった記憶も優しく言った記憶もないのでまあ やっぱり最初の頃のスタッフがようできたコーラやったんでしょうね番組始まった当初のスタッフがねでだんだん劣化していったのかどうかっていうとかまあそんなこと言うから怒られるんでしょうけどあのそ,そういう、まあ、マニュアルがだんだん13年半やってる間に積み重なっていったんだと思うんですけどあとまあ笠間さんで凍ってたあの贅沢ブルーベリースを毎日飲んでましたからそれを水で割って。 あの水で割るのはモロゾフのそれも別にモロゾフのって指定したわけじゃなくてモロゾフのプリンもらったらあの瓶もったいないじゃないですかあ,あこれちょうどいいねって言うて <laughs> 1日分の贅沢ブルーベリースを飲むののちょうど栄え量やからそれをあのもう水で割ったやつを。 ラップして冷蔵庫に入れて冷やしておくようにみたいなことも書かれてたみたいですけどねいやそれは何でしょう、まあ、あの別に俺様っていうことじゃなくて小森康則の冠のついてる番組に小森康則が毎日来て朝早ように来てみんなはローテーションですが小森さんは毎朝来て、ね、2時半3時半から来て、ね、そこで新聞読んでネタ考えてしてる中で。 最低限まあそのぐらいの気遣いにしてもっててそれが子守マニュアルですってなんかこことさらおかしく言われたのは非常に不快でしてええいやそれがほんまにお互い様っていう相手やったら別に良かったんですけどまあうんまあねいろんなものが削られていきね日経新聞は取るなと言われねえ和ちゃんも松谷ちゃんも読むから えー、新聞切り抜きも、えー、それこそ赤ペン引くのも駄目と言われ、えー、おにぎりの数がだんだん減っていき、まあ、最終コモさんも切られてしまったわけですけどあのそういうあのなんか。 どう,かどうだかなと思ってるやつにもりマニュアルがあるって言われた時にめっちゃカチンときましたけどね <laughs> 西村さんもそう思ってるやろうなと思ってだからまあいや面白いおかしいネタとしては分かりますよそれはま分かりますよねネタとしてネタとしての,あのことは重々分かりますけど言われた当事者としたらむかってえ来ましたねええ普通に <laughs>。 いやこ,のこのゆず茶おいしいねって冬場ねねあの喉の,のことも気になるじゃないですかだからゆず茶こうてもらってたんですよ、うん、そんなんもうあかんって言われていやまあさお,、まあ、お金のこともあるんでしょうけどこれおいしいね言うて機嫌よいのんでただけなんですけどねそんな引き継ぎは全部、えー、小え子守の。 わがままを聞くためのマニュアルだったって言われたらまあまあそんなそんな人だとあの信頼関係持ちながら番組なんて続けられませんわなうん、まあ、結局その後数年で終わりましたからそういうことなんでしょうねう、えー、さあでは今朝の一言と。 今朝の1枚でお別れすることにいたしましまょう今朝の一言はね、うん、毎月送ってきてもらってるんですけどね、えーえー、1ヶ月のお,お話の中からこれだというものを3つ選んでくれてはるやつではいえー、っと佐々木圭一さんというね、うん、言葉の魔術師のような人本もいっぱい出してはりますがこの人 が送ってきたメルマガの中から、えー、取り上げますはい参ります今朝の一言想像力さえあれば太古でも未来でも宇宙にだっていける字幕翻訳家戸田夏子さん 洋画を見ていますと字幕戸田夏子と書かれた、ね、昔手書きでしたが今は違いますけど、えー、映画をどれだけ見てきたでしょうか皆さん、うん、ただただ直訳するだけでない、えー、それを短くすればいいということでもないどんな役者が。 どんな役をやっているのかというので最適の日本語を当てはめていくなかなかの職人芸でございます私も見に行きましたトップガンマーベリック第2弾でございますこの作品でトム・クルーズの通訳として長年活躍してきた女性が通訳引退を表明しました戸田夏子さんはもう86歳になられます 女性が外で働くっていう,ことうちの母親が85歳昭和12年生まれ戸田夏子さんはということは11年生まれということですか「ある貴婦人の肖像」という小説に強く影響され「自分のことは自分で決める」という哲学を胸に歩み続けてこられました。 若い女性学校出た後数年だけ働いて家庭に入るもんだそれがスタンダードだった昭和大企業を飛び出しお見合いも断って字幕翻訳家として花開くまでアルバイトをずっと続けてはったそうです周りに迷惑をかけない範囲で人の意見に流されず自分の好きなことを目指してその責任を引き受けようと心に誓いました 周囲と違う生き方をすることに迷いや不安はありませんでしたとそしてなぜ翻訳家を選んだのかと聞くと「一人の女の一生で体験できることなんてほんのわずかです」でもだけど想像力さえあれば太古でも未来でも宇宙にだって行くことができるそれが映画であったり 本であったりというのが与えてくれる一番素敵なことだと思いますとそして見事にその人生をね生き切りましたというか、まあ、引退なんでまだお元気でいてほしいですけれどうんかっこいいですねあの字幕の裏にはそういう戸田夏子という人の生き様が。 そこに乗っかっていたのだとただただ英語の上手な人というのではないんだというお話素晴らしいですまあなかなかそんな思った人生を生きるなんて難しいですよというそんな声もたくさん聞こえてきそうですけれどもはいまあできる人は。 コムさんはそれを目指したいと思っておりますし、えー、戸田夏子さんのように自分の決めたことをこれからもやっていこうと思います。今朝の一言でした時刻は10時38分になっています。 では、最後はアンテリジャンがお送りいたします。今朝の一枚、ファミリーヒストリーを制作して、もう二十三年になります。コモさんがお送りいたします。今朝の一枚です。家族の写真を送ってくださいとお願いしております。今日もかろうじてお一人いただきました。ありがとうございます。コーナー存続です。サカちゃんです。昭和五十三年の秋頃。 父親の母が亡くなりましたおばあちゃんですね、四日市のいとこの家に行った時の写真ですと、こちら、はーいああ、昭和のテレビですね、ソファーですね、ええー、野球少年だったさかちゃんと、左側にいらっしゃる眼鏡の方がお父さんです。泣き言全然言えへん方って 思いいいい出も書いてていただいてますね、うん、そして、こちらあお葬式終わってからかな、うん、親戚が集まっている写真思い出すことがね、えー、本当に供養やって言います。 ファミリーヒストリーを作っていてお元気な方にもちろんお話伺うのも大事なんですけど亡くなった人のお話が出てきてあ久しぶりにうんあのお姉ちゃんお兄ちゃんおばちゃんおじいちゃんおばあちゃんあことをお話ししたわあ子供にも孫にもまだちょんとできてへんからうんこのビデオちゃんと残さなあかんなって言っていただくのが久保さんにとってとっても嬉しいことでもあるんですよね。 まあ140文字ではなかなか書ききれないことはあるかもしれませんがよろしければ写真にどんな人だったかっていうようなこともぜひ書いて送ってくださいませ敬老の日も遅刻ございますはい、えー、アンテリジャンではですねファミリーヒストリーの制作これからも続けてまいりますお問い合わせも頂戴しておりましてありがとうございますぜひあなたのファミリーヒストリーを聞かせてください写真お待ちしておりますでは また明日インジャンでお別れすることにいたしましょう。皆さん、準備はよろしいでしょうか。参ります。また明日インジャングー。ポチッと高評価、チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。いってらっしゃい。いい一日になりますように。